お願いいたします。ただいまより、福島集団疎開裁判 1.21 仙台アクションを始めたいと思います。ありがとうございます。今日はまだ暖かい方なんで、足元皆さん気をつけておいでください。足元まだぬかるんでますから、こちらのステージの方は今雪かきして足元大丈夫になっておりますので、どうぞ前の方においでください。本日のタイムテーブルは、そこの受付のところにですね、タイムテーブル並びに今日のチラシが入っております。そちらの方ですね、ご参照いただければと思います。受付で千田さんが配っておりますのでね、そちらの方をお受け取りください。また、今日は12時25分頃からですね、和太鼓の覆面さんがしてパフォーマンスをしてくださいます。いろんなところでボランティア活動をされて、いらっしゃる方々で、子どもを守るっていうその部分で、賛同してくださり、共に、こうして、集まってきてくださっております。また福島の伊達市から、渡辺さんという画家の方がですね、今日は来てくださって、ライブパフォーマンス、ライブペインティングを、今開催中でございます。ぜひですね、その子供を守るための怒りの絵も含めて、そこで参集していただきたいというふうに思っております。それではですね、早速集会の方をどんどんと進めていきたいと思うんですけれども、今ちょうど到着しているのはどちらさん、東京ですか？東京グループ、あ、ようこそ。11月26日の時には沿道での賛同ありがとうございました。あの時は車がすごかったんですね。事故渋滞で、降ろされてですね、それでもなおかつ時間内、デモの途中だったんですけど、時間内に駆けつけてくださったっていう、ものすごく、パワフルで、バイタリティあふれる方々でございます。この中で宮城県からいらっしゃってる方いらっしゃいますか？宮城県、仙台市も含めてです。はい、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、福島県からいらっしゃってる方、はい、そちらの奥、郡山の方からもいらっしゃってるんですね。どうもありがとうございます。関西から来られてる方、はい、あ、まだいない。あ、おかしいですね。関西からも何人か、昨日のうちに見たんですけどね、まだこっちに来てないようですけれども、多くの方々がこうやって集まってきてくださっております。集会やってる最中ですけども、前に持ってきて構わないですよ。はい、横断幕、その他持ってきて構わないですからね。ガムテープありますよ、貼ってってください。また、今日はですね、デモ出発の時に、和太鼓で、送り出しっていうのをして、いただこうというふうに思っております。みんなでですね、その部分を大切にしながら、音と気持ちと持って、子どもを守るための、集団疎開裁判に、仙台高裁に、ぜひですね、市民の声を届けていきたい、そういうふうに思っております。また今日は夕方5時からデモが終わった後、夕方2時45分から市民交流会が元寺工事のカトリック教会で行われていきます。でこの元寺工事のカトリック教会におきましては、演劇班の方々のパフォーマンスもそこでご覧になっていただいたりとかですね、あといろんな方々団体からの交流を含めて、はい、やってください。講義を含めてやっていきたいというふうに思っております。今日は本当に多くの団体の方々がいらっしゃっておりますので、一言ずつコメントをですねいただきたいなというふうに思っておりますが、今日、東京グループ来て一言コメントを、そこで遠慮することはないんです。遠慮する必要はないんですよ。はい、ぜひ一言お願いいたします。前でも全然大丈夫ですよ。そう、後ろだと見えない。はい、はい、あ、いらっしゃいました。ありがとうございます。足元ぬかるんでますからね、気をつけてください。何を言うんですか？だから楽しいです。こんにちは。
ちは、東京から来ました大場です。今日はですね、バスもきっちりと間に合いましたし、予定通り始まります。それから弁護士の柳原先生と、それから高瀬先生は、17分に着く新幹線で来られるということなので、少し遅れた形で来られると思います。皆さん今日は一日よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。郡山の方から来られてる俊夫さん、あ、今出しゃがりっていう、もうそういうのは一切無視してですね、声をかけてしまうっていうね、このアクシデントがあるっていうのがまた仙台らしいところでございます。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。郡山から来ました福島集団疎開裁判の会代表井上俊夫です。よろしくお願いします。今日は郡山からは私が把握しているだけで7名で参りました。少人数ですが、郡山での運動の中心メンバーが揃っております。今日は意気健康、先行きは決して明るくありませんが、明日を信じて意気健康に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。東北大、はい、はい、東北大学学生理事会、そして、その仙台アクション一緒に実行委員会やらせてもらっています。今回3回目ですかね、仙台アクションということで、この間、街頭で、署名集めをしたり、チラシを配りをしたりして、この会を準備してきました。で、今日ね、街頭で、チラシ回ってくれた人だなっていう方も、目に、止まっていて、非常に、今日はありがとうございましたということを僕からは言いたいと思います。で、そうですね、やっぱり、前回でも言ったんですけれども、やっぱり学生がもっともっとこう若者の先頭に立って声を上げていかなきゃいけないなというふうに思っています。今日は仲間が、10人足らずぐらい東北大から来る予定になってるんですけれども、本当に、教育環境っていうことで言えば、やっぱり大学も、文科省の管轄であったりする中で、本当になるんですかね、被爆、教育環境を、被爆から、防衛するんですかね、いうことが非常に重要なテーマになってるかなというふうに思っています。でやっぱり、大学っていうのは本当に原子力村の一部だっていうことをいろんなところで感じる面はありまして、前は東北大の話をしたんですけれども、福島大にもやっぱり仲間がいて、今日はちょっとね、平日だっていうこともあって来れなかったりもしているんですけれども、やっぱそういう中で声を上げると大学から呼び出しを受けるだとかいうことが行われていて、やっぱり本当にそういう現状をね、許せないっていうふうに僕なんか思いますし、やっぱ変えていきたいというふうに思って、います。なんですかね、突然話を終えたんであんまりまとまらないんですけれども、今日一日、仙台で、主催するものとして皆さんと一緒に、声を上げていきたいと思いますので、ぜひ今日、一日長くなるかと思いますけれども、一日の行動を一緒に、取り組んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。あと山形からもいらっしゃってるって聞いたんですけれども、山形、杉さん、山形、あれ、あ、どうぞどうぞ、せっかくですから、知念とはつきものでございますんで、突然ながら一言お願いします。本当に一言だけ、喋ると長くなりますので、63人もなりました。本当にこの社会もう情けないとつくづく思います。本当に著名な弁護士さんもおられます。本当に今まで何を勉強してきたかとつくづく思います。とにかく自分が今これから生きていくのも、こういったいろんな社会問題を
もうやるために今あるんだろうなというふうに思って、おります。また後で山形のメンバーがあと交流会あたりから一人二人ぐらい来ると思います。またどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここからの流れなんですけども、この後もうちょっとしたらですね、和太鼓のパフォーマンスをしていただきます。で、今後ろでですね、福島県伊達市の画家でいらっしゃいます渡辺さんがですね、ライブペインティングで、絵を今描いてくださっております。一つの大きな流れとして私たちの力の一つとなってくださっていますので、後でぜひご確認ください。あとちらっと今ルイポさん見たような気がしたんですけどね。ルイポさん、あ、いらっしゃった。すいません、雨舐めてるのでごめんなさいね。おはようございます。雪の中、寒い中、本当に皆さんお疲れ様です。本当に司法が一体何を、どっちを向いているのか、誰のことを守ろうとしているのか、そういうことを今日見極めていきたいというふうに思います。皆さん元気を出してデモも行きましょう。よろしくお願いいたします。はい、福島の原発高校相談の代表であります武藤瑠衣子さんでございました。この後ですね、弁護士団の一人としてずっと関わってくださっています、井戸健一先生にですね、これからの新人の方向性、また今日の課題期待を、語っていただきたいと思います。皆さんこんにちは、滋賀県から来ました弁護士の井戸です。今日の審理の予定ですけど、今日はですね、我々の方からはいろんな方の意見書が出ます。松崎先生からは4通目の意見書が出ます。でこれには、血液検査のデータを隠している問題、それから取手市の、子どもたちの心臓病の検査結果ですね、心臓の検査結果の問題、などが指摘されて非常に深刻な状況であるということが書かれています。それから、南相馬の吉田さんという方の意見書で、これには吉田さんがですね、南相馬あるいは郡山の子どもたち、あるいは大人が着ている服、それから髪の毛、こういうものを測定したらですね、非常に高い、洗浄が計測されていると。そうなるとそういうものを着て、子どもたちは生活しているわけですから、単なるその空間洗浄だけではなくてですね、外部被曝とはいえ、内部被曝に近いような深刻な状況にあるのではないかということが指摘されています。それから、郡山だったかな、竹本さんの意見書、これには今の郡山福島県の子どもたちの、が置かれている現状についていろんな点から指摘されています。でこういうものを提出して、子どもたちが深刻な状況にあるんだということを裁判所に訴えていきます。でこれに対してですね、郡山市の方からは前回以降少なくとも今までの間に何の書類も提出されていません。前回、我々が郡山市に対して、こちらの主張立証に対して、反論するようにということを求めました。でそれに対して、郡山市の代理人は検討して必要があれば反論するというふうに言いましたが、今日までの動きを見る限りもう反論する気はないというふうに思われます。反論しなくても郡山市にとって悪い結果にならないだろうと、別な言い方すれば裁判所が救ってくれるだろうという思いで、いるように感じます。で、そんな期待を郡山市に抱かれているような裁判所では非常に情けないわけですが、裁判所に対してはやはりこの子どもたちに与える低線量被曝の危険性の問題、これについて正面から
取り組むようにということを今日も訴えていきたいというふうに思います。でおそらく、期日としては今日で、最後になると思います。改めて、こちらから申請している承認の採用は求めますが、まあ、前回までの裁判所の対応からするとおそらく採用するということは難しい。でそうなると期日は今日で おしまいで、1月末ですから2月末3月ぐらいに決定が出るという運びになると思います。で見通しは決して、明るくありませんが、前回以降ですね、皆さんのご努力で、いろんな方々いろんなその団体とのつながりが一層こう広まっている深まっているというふうに思います。で、まあ、裁判に勝ってもですね、市民の力がなければ、子どもたちを救うということはできないわけだし、また仮に裁判に負けてもですね、しかしその市民の力が強くなれば求めているものが実現できるわけですから、そういう意味で、市民のつながり、というのが非常に大事だし、これからどんどんそういう方向に、そういう方向にですね、力を注いでいかなければいけない、というふうに思います。ただそうは言っても、たかが裁判されど裁判ですから、今やはりこの裁判というのはその福島の子どもたちを心配している人たちの、まあ、希望の焦点になっているわけですから、少しでもいい結果に結びつくように、今日も一日頑張りたいと思いますので、どうぞご支援よろしくお願いします。心も体も寒くなってくると思います。ここでですね、和太鼓奏者の覆面の方々にですね、覆面言ったってイケメンの方々なんでございますけども、ぜひですね、心沸き踊り、そしてデモに向かってですね、まっすぐに、力強く歩んでいける、そう演奏をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。宮城県を拠点にして、全国で演奏活動しています。僕ら自体はいろんなユニットに参加させていただいてるんですけれども、今回はですね、その所属している 3D ファクトリーというところから、有志でですね、参加できる人間でということで、覆面、服が来る、まあ、面と書いて覆面として、出させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。約20分ぐらい、皆さんと気持ちをですね、初めましての方、ばかりだと思うんですけれども、音でつながっていきたいなというふうに思ってますんで、お付き合いください。それではまず、1曲目ですね。上に登ります。すいません。1曲目ですね、あずまという曲をお送りしたいと思います。僕ら創作太鼓なんでオリジナル曲なんですけれども、ずっと昔から、この仙台で歌われ続けているようなお囃子ということで、作らせていただいた曲です。そして、かけるという曲をお送りしたいと思います。ぜひこのかけるという曲に関してはですね、子馬がこういった大自然で、まあ、夢に向かってどんどん、まさに子どもたちですねが夢に向かって、駆け回っているような、様子を想像していただいて、イメージいただいて聴いてほしい曲です。それでは2曲続けて聴いてください。あずま、そしてかけるです。
ありがとうございます。今日は福島集団疎開裁判 1.21 仙台アクション、こうやって関係を持たせていただいてすごく嬉しく思っております。僕らがいつもやっていることっていうのは、このずっとずっと、昔からここにあり続けるもの、それは今の僕らの文化だったりとか、いろんなこういう方言とかもそうだと思うんですけども、になって、いろんなところに、こう競い合うことではなくてね、みんなで誇りに思ってこうつながっているっていうのが、すごく温かいなと思って、僕らができることっていうのはこの太鼓とかね、そういうことでしか表現できないんですが、僕その誇りに思っているこの土地のことを、紹介していくことが、人と人のつながりにつながるし、温かい、そういう深いつながりになるのかなというふうに感じて、いつも演奏活動をさせていただいております。でこういった文化をね、今海外に行ったりとか、もちろん日本中を回らせてもらって演奏活動をさせていただいております。そうですね、次の曲が一応この時間のラストの曲になるんですけれども、第一の歌という、曲を演奏させていただきます。でそのこの曲っていうのはですね、震災前からずっと演奏させていただいている曲なんですけども、震災後にもっともっと大切になった、そして大切なことを気づかせてくれた、曲です。ああいった大きな地震も含めてなんですが、今世界で起きているいろんな、災害、自然災害とかもそうですけども、この大地のがのエネルギーによって起きていることです。でその大地のエネルギーを僕らはいただいてしか生きていくことができないのも、正直なところです。でそういった不思議な力の中で僕らは今生かされています。どうしてもこうやって物が溢れてしまうと、僕らが作っているようなこう気になってしまうこの大地なんですけれども、みんなこの大地から生まれて今こうやって、すごい奇跡に恵まれてこうやって僕ら今お会いしております。そういったことを喜びに感じて、そして、今こういうところに生きているっていうことも、この時代に生きているっていうことも誇りに思って、力いっぱいではなく心いっぱい、打たせていただきます。皆さんも何か感じてもらえたらすごく嬉しいです。大地の歌という曲をお送りします。今日はお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうですね。デモの出発はあと7分後50分です。なのでまずは横断幕ですね。横断幕とかその辺の準備をしてください。でその間にコールの練習をいたしましょう。お配りしている。安心して外で遊べる環境を与えてください。安全な食べ物を食べさせてください。はい、この範囲はちょっと発生するかもしれません。はい、次行きましょう。子どもの健康を守ろう。子どもの安全を守ろう。みんなで守ろう。大人が守ろう。子供を守ろう。原発いらない。
日本にいらない、原発いらない、世界にいらない、みんなで守ろう、大人が守ろう、子供を守ろう、命を守ろう、子供を守ろう、みんなで守ろう、自然を守ろう、暮らしを守ろう、原発いらない、日本にいらない、原発いらない、世界にいらない、子供を守ろう、みんなで守ろう、自然を守ろう、暮らしを守ろう、原発いらない、日本にいらない、原発いらない、世界台湾勝ち取ろう、世界台湾勝ち取ろう、みんなで守ろう、世界台湾勝ち取ろう、みんなで守ろう、みんなで守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、命を守ろう、命を守ろう、子供を守ろう、みんなで守ろう、自然を守ろう、これが難しい、暮らしを守ろう、暮らしを守ろう、暮らしを守ろう、原発いらない、原発いらない、日本にいらない、日本にいらない、原発いらない、原発いらない、世界にいらない、世界にいらない、みんなで守ろう、みんなで守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、子供を守ろう、命を守ろう、命を守ろう、子供を守ろう、みんなで守ろう、自然を守ろう、暮らしを守ろう、暮らしを守ろう、原発いらない、原発いらない、日本にいらない、日本にいらない、原発いらない、原発いらない、世界にいらない、世界にいらない、子供を守ろう、子供を守ろう、みんなで、今、第一原発生活の放射能被害は、とりわけ子どもたちが安全に暮らしていけないレベルに達しています。この時代に年間1ミリシーベルト以下の安全な地域で安心して教育を受けるため、学校を丸ごと避難させてほしい。そのように郡山市にこれ処分を訴えたのがこの裁判です。そうだ、甲状腺異常が起きています。そうだ、選挙への影響が起こっています。そうだ、一刻も早く迂回することが必要です。そうだ、裁判の行方を見守ってください。そうだ、議員の皆さんと一緒に必要です。どうかよろしくお願いします。Thank you.
団体新人が全体交際で行われます。福島第一原発事故の放射の被害はとりわけ子どもが安全に暮らしていけない、そういったレベルに達しています。この事態に年間1ミリシーベルト以下の安全な地域で安心して教育を受けたい、そのため学校を丸ごと避難させてほしい、そのように郡山市に仮処分を訴えたのがその裁判です。現に甲状腺異常が起きています。健康への影響が起こっています。一刻も早く避難と対策することが必要です。裁判の行方を見守ってください。市民の皆さんの答えが必要です。どうかよろしくお願いします。市民の皆さんの支えが必要です。どうかよろしくお願いします。
Thank you.
逃げたい集団疎開子供を逃がせ子供を逃がせ仙台交際仙台交際権利を認めて避難の権利この後45分から子供や工事協会このそこの下のをちょっと見たいところであるんですけどもそこであります。この紫のカトリック教会で書いてある方元寺法師方の教会まで先導してくださるそうですのでどうぞ見てください。それから右からは仙台交際は向こうの方の反対側です。できた反対側の方向にあります。本日は皆さんと一緒に防災団体のスポーツアップをしているところに参加される方は例えば普段とタクシーで行った方がいいと思います。向こう側には立ち上がりに乗って移動してください。それじゃ ここに溜まっていても迷惑になりますので、それじゃ次に移動していただけますか。よろしくお願いします。紫の上りについていけば解散規定につきましては一旦教官に行くと状況は決して悪化できませんが私は最後まで諦めません。
2年後のプロレスなんです。次回の検査を受けるまでの間に自覚症状などが出現しない限り追加検査は必要がないということをご理解いただき、十分に説明をしていただきたいと存じます。チェルノブイリ事故の影響を見てきたじゃありませんか。チェルノブイリでは事故の4年経った後ぐらいから甲状腺がんが急増してきました。さらに大人と違って子どもの甲状腺がんの約4割は小さな段階で見つけてもすでに局所のリンパ節に転移があるんです。2年後の検査なんてそんな悠長なことは言っていられませんよ。うるさいうるさい、黙れ。ちゃんとそのしばし鼻のところで失礼。うるさい、黙れ、黙れ。なんかね、しょうがない、曇ってる。もっとパンと上がってくる。はい。いやー、このニュースお疲れ様でした。そうそう、その方がいい。いや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 、生放送というのは疲れるもんだな。そうですね。でも、まったく科学者っていう人たちは物事をありのままに見るかというとそうではなくて、思い込みで見る人たちのことを科学者とか医者とか言うんですかね。いいね、その調子。もうちょっと監修のセリフからもう一回、はい、今ぐらいのテンポを。まったく科学者っていう人たちは物事をありのままに見るかというとそうではなくて、思い込みで見る人たちのことを科学者とか医者とか言うんですかね。なんだいなんだい監修君、いきなり。いや、福島の子供たちに起こっていることを無視して何も見えてないみたい。目が開いているのに開いてないみたいじゃないですか。どうしてあんな人たちが力を持っているんでしょうね、この社会の中で。珍しいな、なかなか怒っているな、官職。いや、ああいう人たちだから力を持てるんですかね。おお、面白いこと言うな。もしかしたらそういうことかもしれないな。しかしムカつくな。腹が立ってしょうがないですよ、先輩。共感だ。でも腹が立っている間に被爆しちゃいますからね。そう、腹が立つんだ。どうもご苦労様です。これから2時45分になりましたので、タイムテーブルに従っていきますと、今からですね、市民交流会がございます。仙台新人、第3回目の新人が、今どういうふうになっているのかと思ったら、もうすでに伊藤先生がこちらにお戻りになっているっていうのを見ますと、新人もう終わっているということになります。で、これからですね、桐山さんをはじめとする、演劇班の、福島集団総会裁判に対するですね、朗読劇をやっていただきたいというふうに思っております。で、その後、引き続きまして、報告会並びに記者会見、そして、集団総会裁判ではどんな問題点があるのかというのをさまざまな形で、方にコメントをしていただきたいなというふうに思っております。で、一つ、プログラムに訂正がございます。今日の午後5時からやっていきます都会法要と市民のつながりを深める集会で、話題提供で浅岡勝さんの名前が載っておりますけれども、浅岡勝さん今朝体調不良でですね、倒れて、いらっしゃいますので、その代わりに福島航空で、ずっと福島県にお住まいの女性の方で、その原発が爆発した当時福島にいらっしゃって、でこのままでは子どもたちも含めてまた自分も含めて、この場ではいられないっていうことで宮城の方に来られていらっしゃる方がいます。でその方が福島航空っていうところで、事務方としてずっと担っていらっしゃいますので、その方に、代わりにですね、自分の置かれた状況からどういう思いを持って福島航空に関わって、保養プログラムに関わったのかっていう話を、していただく予定に変更させていただきます。では、早速ではありますけれども、今から演劇班のですね、朗読劇を通して、福島の集団疎開裁判の、思いと、そして私たちの意思一致をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。福島集団疎開裁判子どもニュースの時間です。今夜は、スタジオを文科省前から仙台に移してお送りしています。こんばんは、キャスターの菅所君です。こんばんは、菅所君の先輩の先輩です。菅所君、自分のこと呼ぶのに訓ではないだろう。まあ、いいじゃないですか。
先輩だって僕のこといつも気に入って呼ぶんですから。なんだか意味がよくわからんが、はっきりするよ。ところで監督、君は68年前の広島長崎について知ってるかい？あの原子爆弾が投下されたことですか？そうだ、すだましい爆発だけではなく、その時に大量の放射性物質が地上に降り注いだんだ。その時に被爆してしまった方々は今も病気で苦しんでいるというのはなんとなく知っています。現在でも長崎や広島を中心に日本全体で20万人以上の人が被爆者健康手帳を持ち治療を受け続けているんだ。70年近くも前に起きたことが今も続いているんですね。そうだ。では26年前のチェルノブイリ原発事故は知っているね？はい、散々やりましたから。さすがの僕も耳にほら、ハッパできましたよ。おお、さあ、ではここでゲストをお呼びすることにしよう。福島県の放射線管理アドバイザーで福島県立医科大学の副学長、ミスター100ミリシーベルト山下俊一さんだ。僕の点滴、あれだけどなんだか様子が違う。若い。こんにちは、私は山下俊一です。嘘だ。私からチェルノブイリ原発事故後に起こった出来事を説明しましょう。私は2009年3月チェルノブイリの20万人の子どもたちを対象に大規模な調査をまとめました。事故当時、町はメーデーということでたくさんの人が外に出て放射性物質を直接浴びてしまいました。その後も放射能に汚染された食べ物を食べ続けました。その中で特に小さな子供や乳幼児が標的になってしまったんです。そしてチェルノブイリ事故後、子供の甲状腺がんが急増してしまったのです。調査の結果、事故当時の0歳から10歳の子供に生涯にわたって甲状腺の発がんリスクがあることを疫学的に証明しました。普通100万人に1人と言われるこの病気も、ここチェルノブイリでは100倍の1万人に1人の発症です。さらに子どもの甲状腺がんの様子を詳しく見ていきましょう。超音波で甲状腺結節を見つけると1センチ以下数ミリのものが見つかってくるわけですが、大人では結節を触ると大体100人に1人か2人にがんの可能性がありますが、子どもの場合には100人に20人ぐらいの割合なんです。我々福島県立医科大学としましては、異常所見を認めなかった方だけではなく、5ミリ以下の結節や20ミリ以下の脳胞を有する所見者は細胞診などの精査や治療の対象とならないものと判定をしております。あなたは将来にも私それよりも何をおっしゃっているんですか？全国の会員医師の皆さん、どうか2年後の、次回の検査を受けるまで、自覚症状が出現しない限り追加検査は必要ないことをご理解いただき、十分に説明をしていただきたく存じます。チェルノブイリの影響を見てきたじゃありませんか。チェルノブイリでは事故の4年経った後ぐらいから甲状腺がんが急増してきました。さらに大人と違って子どもの甲状腺がんの約4割は小さな段階で見つけても、すでに局所のリンパ節に転移があるんです。2年後の検査なんてそんな悠長なことは言っていられませんよ。うるさい、黙れ。いいですか、皆さん、放射線の影響は実はニコニコ笑っている人には来ません。呼吸をしている人には来ますからね。どうしてこんなことになってしまっているんだろうか。1時間あたりの20マイクロシーベルトの数値でも健康への影響はなく、この数値で安定要素剤を今すぐ服用する必要はありません。それは違います。チェルノブイリ事故当時、ポーランドにも同じように放射性物質が降り注ぎました。し
しかしポーランドは安定用素材をあらかじめ飲ませて放射性要素からブロックしたんです。その後子供の甲状腺癌の発症はゼロだったんですよ。うるさい、黙れ黙れ黙れええですか皆さん、もう一度言いますよ、ニコニコ笑っている人には放射線の影響は来ません。嘘だ。1時間あたり20マイクロシーベルトは極めて少ない線量ですからね。違います。原発の事故が起こると環境中に放出される放射性物質の大半は要素なんです。それをいち早く安定用素材を投与することで甲状腺の被曝をブロックし、その後の発がんリスクを予防できるんです。そしてこの事実とともに、一旦被曝した子どもたちは生涯続く甲状腺の発がんリスクを持つということも明らかになっているんですよ。いやいや、福島、なんでも福島です。こりゃすごいことですよ。もう広島、長崎は負けた。福島の名前の方が世界に冠たる響きを持ちます。何にもしないのに福島有名になっちゃったぞ。これを使わない手はない。何に使う。復興ですよ、復興。こんなことを言っていいんだろうか、俺。しかしこれは一体何年後の私なんだろう。どうしてこうなってしまったんだろう。国民は国の言うことを聞けばええんです。100マイルとシーベルト、やめろ、やめてくれ、やめてくれ。いや、そんなことしたら10年後のことなんかわしの仕事じゃない。このことなんか分かってるじゃないか。そんな発言はやめてくれ。なんだかすっちゃかめっちゃかになってしまいましたが、若い頃の山下は違うことも言っていたんですね。そのようだな。若い頃の原発推進だったが、今よりはまともなことを言っていたようだな。そうですね。それでは次は CM に入ります。関西電力様へのお知らせです。背景関西電力様、エアコン止めで君の穴かっこしてよ。エアコン止めで君の穴かっこしてよ。福島にはあれいつの言葉なんだ。あれいつのは丁寧で大事にする、大切にする中心なんだ。いやオラの東北の暮らしは厳しかった。これもあんまし人見えなかったし、で、ごめん、お母さんは帰り、炭を焼き、自然の恵みまでに、まぜ、今まで暮らしてきた。原発は一度に何もかも奪っちまった。原発さえなかったらと壁さチョークで衣装を残して下戸会は首をつって死んだ。一時帰宅者は水仙の花カップ自宅の庭で鈍さ火つけて死んだ。放射能で一人も死んでないだと、この底木野郎人殺し。原発は田んぼも畑も海も人の住むところも全部かっぱらったんだ。この盗すっと泥棒。原発を止めれば電気料金を2倍にするだと、この意欲たたりの意欲たども。ヒトラーは毒ガスで人を殺した。原発は放射能で人を殺す。おめえらのやっていることはヒトラーと何も変わんねえ。ヒトラーが自殺した。おめえらは誰一人責任取って割りて死んだものはない。だけどな。
おめえらのような人間につける薬が一つだけあんだ。福島には人が住まなくなった家が何度でもたくある。そこをタダで貸してやっからよ。おかと子と孫連れて住んでみないわって。放射能をたっぷり浴びた牛はそこら中どこいるし、セシウムで太った魚は腹ぐっちくなるほど大変よさいる。家の前には、リンゴも柿も取り放題だ。どんどん皿あれば飯も炊けるし、風呂も湧く。マスクなんぞ雑誌でかがらしくてするもんでね。そうして一年もしたら少しは薬が効いてくるかもしれねえな。そしたら福島の子供らと同じく話がとどろ出て喉さぐりぐりできるかもしれねえな。ほれ言った通りだねよ。おめらの言った安全で安心なところだ。さあ急げ、荷物まとめて福島引っ越しだ。これがおめえはさつけるたった一つの薬かもしんねえな。それでは次のニュースに参ります。観測員、君は環境基本法が定義している世代間の平等というのを知っているかね。え、環境基本法が定義している世代間の平等ですか。知らないっすね。だろうな。つまり自分たちの世代のことだけ考えてやりたい放題して環境を破壊しておいて、そのツケを子や孫の世代に押し付ける不平等のことだよ。これって今の原発事故につながりますね。官職、原発の事故というが、あの311の原発災害は犯罪性があるから、東電の上層部や国のミスによる事件と言うべきだよ。しかも、その収束処理に経済性とか合理主義とかを持ち出す不道徳性には呆れて物がいけない。ああ、原発事故って犯罪だったのか。で、その経済性とか法律主義とかってどういうことなんですか。要するに原発事故で空間線量が増加しただろう。今までの許容基準のままでは広い地域のたくさんの住民に避難の措置を講じる必要が出てくる。すると国が負担する費用が莫大になって大変だから、許容基準を上げて避難住民の数を減らす。そうすることで国の経済的負担を軽くする。その結果、若干健康被害を受ける人が増えたとしても、社会全体から見れば経済的なロスは少ないというベンサム流の功利主義だ。ベンサム？ま、名前はどうでもいいんだ。ちょっと学があるところを見てたかっただけだから、功利主義？なんだベンサム？ベンちゃん、サムちゃん流のかき氷ですね。君にはブリキュクルビくらいしか聞こえるのだろうな。無理やつじゃ。まあ、さてさて、日本政府は年間20人シーベルトに許容基準を引き上げても健康被害は発生しないというふうに頑張っているので余計に立ちが悪い。本来ならばきちんと健康被害が起こり得ることを認めて国が費用を全額支払って福島の子供たちを雇用に行かせるべきところじゃないか。先輩、なんかいつになると怒っていませんか。 FOE ジャパンの西田さんという人のお話では、子供たちの雇用を通して分かってきたことでとても重要なことがあるんだ。生物学的半減期を利用して体内からセシウムを排出するには3週間以上の長期雇用がいるそうなんだ。3週間の長期旅行ですか。い
いいですね。でもそんなに長く学校休むわけにはいかないですよね。君はまだなんか勘違いしてるように思うが、まあ先に進めよう。だから全国各地の学校や自治体が連携して福島などのホットスポットの学校の生徒には長期雇用を学校の行事として行うような国が義務付けるようでないと、原発事故が起こってしまった今となっては子どもの健康は守れないというわけだ。伊達市の移動教室とかそういえばありましたね。よく知っていたな、監督。そうだ、ああいうのが当たり前になってくれるといいんだよ。新潟の魚沼市の市長も避難の受け入れに前向きな反応を示してくれているそうなんだよ。そうでした。つい最近疎開裁判の仲間が直に会って話をしてくれたんでした。福島県の市町村から受け入れの要請があればすぐにでも具体的な疎開受け入れ方法を話し合えるそうだ。へえ、歓迎してくれてるんですね。ああ、魚沼市の方々は中越沖地震で助けられたので今度は自分たちが助ける番だという気持ちらしい。嬉しいな。僕なんだか自分のことみたいに嬉しいですよ、先輩。そうだよな。これが宣伝になれば全国でももっと受け入れを表明してくれる自治体が現れると思うんだ。僕この頃思っているんですけどね、さっき先輩が言ってたけど大人たちは口を開けば経済経済って言うけど、子供たちが生まれて死ぬまでその地域に与える経済効果は3億円を超えるそうです。それなのに病気にしてしまって自治体はかさむ医療費でマイナスになるし、ましてや万が一大人になる前に亡くなってしまったら、本当なら健康な子供たちが使う教育費や生活費も地域に落ちなくなるから、もちろん税収を上げられなくなって結局は日本全体の経済が疲弊し続けるでしょ。だから経済のことを言うならまず子供を病気にしちゃいけないんだ。監督君、なかなかよく考えてるね。植物系男子と言われたって夢は幸せな家庭づくりです。それを言うなら草食系じゃないか。あれ、とにかく子供たちを大事にしなきゃいけないんです。子供は未来への駆け足、大げさじゃないですよ。僕たちの希望そのものですから、その子供を大事にしない国は滅びるしかないんです。そうだな、私たち大人はこの本を読んで大切なことを忘れているよな。いえ、僕は忘れていませんでしたよ。以上、福島集団疎開裁判子どもニュースでした。今夜はこの辺で。私は福島から来ました。私の周りには疎開した人もいます。自分で避難したんです。避難したくてもできない人もおります。避難してうまくいかずにまた帰ってきた人もいるんです。それではお願いします。いやー、子供ニュースお疲れ様でした。疲れるもんなら生放送というのはですね。まあ、全く科学者っていう人たちは物事をありのままに見るかというとそうではなくて、思い込みで見る人たちのことを科学者とか医者とか言うんですかね。なんだい官職、いきなり。いや、だって福島の子供たちに起きていることを無視して何も見えてないみたい。目が開いているのに開いてないみたいじゃないですか。どうしてあんな人たちが力を持っているんでしょうね、この社会の中で。あなた怒ってるな、官職。ああいう人たちだから力を持てるんですかね。面白いこと言うな。もしかしたらそういうことかもしれないな。いや、しかしムカつくな。腹が立ってしょうがないですよ、先輩。先輩も同感だ。でも腹が立っている間に引き爆しちゃいますからね。先輩、疎開する方法はやっぱり考えなくちゃいけないですよ。そうだ、それをまず急がなければならないってことなんだよ。いや、どうしたらいいんですかね、先輩。具体的にはこれかな。行政は自主避難を妨げないと言ってるんだが、大体まず自主避難って言ってもな、それほど簡単にできるもんじゃないんだ。わかるだろう。ちょっと考えただけでも自主避難できない理由は少なくとも4つは挙げられるな。4つもあるんですか。そうだよ。先輩教えてください。まず1つ目なんだが、郡山福島の現状は子供を疎開させたくても
さえ上げられないという現状があるということなんだ。こんなにだって健康被害も起こってきてるじゃないですか。そうなんだがな、なんとか福島を復興させたいっていう動きがある中で、自分だけ疎開するっていうことは逃げることという認識が出る方も残る方もあるんだよ。だからな、なかなか避難したいと言い出せないみたいなんだな。いや、健康が第一なはずなのに。そうだよな。病気が出ていることを考えるとやっぱりでも納得いかないです。そうだな。そして二つ目なんだが、疎開させたいんだけど自分たちだけで行くと子供に何か悪い影響があるんじゃないかって不安を感じるからさ、行くならまとまって行きたいということになるんだよ。悪影響って、勉強に影響もあるだろうし、福島からだけだっていうところでいじめとか受けたりとかもあるでしょうね。不安になって当たり前だよな。そうなんだよ。例えば子供たちは避難についてどう思ってると思うかい？そりゃ逃げた方がいいっていうのはなんとなくですけど、分かってるんじゃないですか？分かっているのにしたいのはなぜだと思う？僕だったら友達と離れたくないって思うだろうな。そうだよな。こんなことを言った子供がいるんだよ。福島にはいたくないけど、この学校は離れたくない。この言葉に全てが込められている気がしないかい？いや、本当ですね。きっと子供たちにとっては、自分一人だけ避難するというのは、友達を置いて逃げるのかっていう追い目みたいなものを、ものすごく感じるんじゃないですか。そうな、大人だってそういうものは感じる、はい。子供は大人以上に感じているはずなんだよ。だからこそ、この疎開裁判の最終目標は、グループごと集団で疎開するのがベストで、教育義務を負担する自治体にそのことを確認しようとしているわけだ。本当その通りですね。そう思うだろう。次に3つ目だ。適当な疎開先が見つからないんだ。どこに行ったらなんて選べないですよね。逃げたくても疎開先がなければ始まらないんだ。そうですよね。最後に4つ目だ。実はこれが一番大きい問題なんだけど、まあつまりな、お金のことだ。お金ですか。経済的な問題があるんだよ。自治体に自主避難した人も経済的な負担が大きいから結局戻ってきたっていうところが多いんだ。さっきおじいさんも言ってただろう。お父さんだけ残る場合もあるだろうし、みんなで行っても避難した先で仕事が見つからないってこともあるだろうしな。それに昨年末自治体からの補助も終わってしまったんだ。それじゃますます厳しいじゃないですか。厳しいだろう。だからこそ本当は自治体がもっとこの問題を認識して、集団疎開を政策として実現してくれれば全てが解決するんだよ。この4つの問題をクリアしていくには、いわゆる福島の低線量被爆地域で子どもを育てることのリスクを正しく理解してもらうことと、疎開地の確保と疎開先の確保の協力を呼びかける必要もあるんだよ。でも伊達市の移動教室とかありましたよね。そうだそうだ、伊達市の取り組みは疎開のいいヒントになると思う。なりますよね。去年の5月から小学校6年生を対象に教育の場を一時的に県外に置く移動教室だったんだ。あれは受け入れ先は、新潟の見附市だったな。見附市。そう、この見附市のように疎開の受け入れ先を全国の自治体が積極的に声を上げてくれるようになってくれればいいですよね。新潟の魚沼市の市長も避難の受け入れに前向きな反応を示してくれたんだよ。こういうのもっと増えるといいですよね。さっき君が言ってたように、疎開裁判の仲間が直に会って話をしてくれたんだ。すると福島県の市町村から受け入れの要請があれば、すぐにでも具体的な疎開受け入れ方法を話し合えるというんだ。めっちゃすごいですよねこれ。そうだ、もう一回言うけど、魚沼市の方々は中越沖地震で助けられたので、今度は自分たちが助ける番だという気持ちらしいんだよ。僕ももう一回言いますけど、本当にありがたいですよね。本当に嬉しいです。そうだよな、これが宣伝になれば全国でもっと受け入れを表明してくれる自治体が現れると思うんだ。どうだろう。はい、ただ集団疎開ってその言葉だけを聞くと、疎開？いきなり親と子は離れ離れ？受け入れは
ところはっていうか本当にできるのって思っちゃって、結構マイナスなイメージがあったんですけど、そうではなくって、できるところから広げていこうって考えればいいんですよね。そうだよ。しかもこの魚沼市の場合は福島県の市町村からの要請があればすぐにでも話し合う準備があると言ってるんだ。なんとかスパイの声を上げてくれる福島県の市町村、市町村長、市町村議会、議員さん、教育委員会、学校などを探さなければならない。そうですね。あ、でもどうやってその人を探したら。あー、くそー、僕にはそんなつながりもないし、どうやって探したらいいかわからない。あー、もう福島の市町村議員の一人一人に直接訴えかける。いやー、でもどうやってするんだ。あー、もうわからない。どうしたらいいんだ。あー、感触落ち着け、はい、落ち着け、はい、焦る気持ちもわかるが、落ち着いて考えよう、はい、その気持ちはここにいるみんなが持っていると思うんだ。なんとか知恵を絞って何かできないか考えようじゃないか。はい、皆さん一緒に考えましょう。はい、先輩ありがとうございます。皆さん僕からもお願いです。何でもいいからできることを、小さなことでもできることを探しましょう。って言ってるとは思うんですけれども、後ろからですいません、マイク持ってるのは庄司と言います、今弁護士の方々もいらっしゃいますし、報告をしていきたいと思いますので、テーブルセッティングを今から少ししていきたいと思います。今日の期日の報告をいたします。午後2時から午後2時25分ぐらいまでですね、今日の期日は25分ぐらいで終わりました。それで、裁判所の方はですね、もう今日で、期日は終わりにすると。でもう今日の段階で、双方が主張立証すべきことはもうこれでしたと。これで裁判所としては判断したいという意向を言いました。こちらの方はですね、まだ主張を立証を補充したいと。で特に、福島県の県民健康管理調査の次回の期日が2月のかかりだという情報がありましたので、でそこで、それについての福島県の見解なども公表されるということのようですので、ぜひそれを踏まえてですね、今日の追加をしたい。それから最近、明らかにされたアンスクエアですね、国連、の そこにはかなりひどい内容が書かれているので、そういう内容についても反論したいというようなことを言いました。で、裁判所はですね、基本的には、いらないんじゃないかというニュアンスでしたが、しかし、最終的にはこちらのさらなる主張立証の保持の追加を認めると。で、一応期限は今日から3週間で、3週間の間に必要な主張を一応補充してくれた。でそれを踏まえて裁判所としては決定するということでした。だからおそらく3週間というと2月の中旬になりますので、3月中年度内には決定をしたいということだろうと思います。若干今までと違って裁判所としては急いでる印象で、最初は2週間と言っていたのを、2週間でちょっとその健康管理調査の結果が間に合わないから延ばしてくれと言って、ようやく3週間認めさせたんですが、
若干急いでる印象でしたから、大体年度末越すとですね、裁判所の構成が大体変わりますので、3人いますから1人ぐらい転勤になる可能性が高いですから、今の構成で、決定をするには3月の末日までに、決定しなければいけないということで急いでるんだろうと思います。だから3月中には決定が出るというふうに思っていていいと思います。それから今日のやり取りの中で、感じたことですが、裁判所はですね、福島県の子ども全体の危険性とか、そういうことについては あまり関心を持っていない。むしろその個々の本件の申し立てた子どもの個々の、具体的な状況についてはこれは十分その、検討の対象になるけれども、一般的に福島県の子どもはどうこうっていうのは直接は関係ないんじゃないかというような捉え方です。で、そうではない。福島県の子どもが今どういう状況にあるかということが、個々の申し立て人の健康がこれからどうなっていくかということの重要な指標になるわけだから、それは非常に大事なことなんだということで大分論争をしました。で、そういうところでちょっと裁判所の見方が、偏っているというかちょっとおかしいというところは感じましたが、ただいずれにしても個々の申立人の、置かれている具体的な状況、ね、が、その個々の申立人の、生命身体健康に具体的な危険があるのかどうかということについては、判断するつもりなんだろうという印象は受けました。だからその点について、一応あと最後3週間の期間与えられましたので、もう一度記録を見直してですね、で足らないところなどを補充して、後で あれしとけばよかったとか、こういう主張しとけばよかったとか、後悔することのないようにですね、最後3週間、やりたいというふうに思ってます。印象としては、決して楽観はできませんけれども、決して、希望はゼロではないということで、頑張っていきたいというふうに思います。私から以上です。じゃあ柳谷さんは最後の方がいいと思うんで、私の方が、そうですね、今日は非常に短かったんですが、はっきり言ってその裁判所がですね、この事件に悩んでるっていう様子がないんですね。個々の個人、私たちはその福島っていうか、もう本当に日本全体の問題としてこの裁判を捉えているんですが、裁判所は本当に裁判所の個人の救済っていうのは原則だから、個人の問題として捉えればいいんじゃないか。全て問題を本当に個人の問題にこう小さくしようとしていたんです。例えば県民健康調査の件についてもですね、もう少しで郡山の子どもを調べた全体の統計数が出てくるんで、それが出てくるまでちょっと時間欲しいんだというようなところに行ったところ、ただ各個人に対してもすでに通知が行ってるんだから、ここに対してももちろん通知が来てるでしょう。だからその国民のものさえ出してもらえればいいんですよっていうような感じの発言をされたんですよ。で、私たちはと今仮に広告人に何らかの障害が出てなかったとしても、将来そういうふうな健康被害が出る可能性を恐れてこの裁判をやっているので、郡山全体として今どういう状況なのかっていうことを知るためには、そのできるだけたくさんの情報が必要で、そのために郡山の子どもたちに対して県がああいう形でお金をかけてやってるんだから、その結果を見て裁判所は判断してほしいと言ったんですけども、なかなかその辺がこちらの考えていることと裁判所の考えていることが噛み合わない。で、あともう一つはこれ仮処分の広告審ということで、仮処分っていうのはもともと仮っていうことはついている通り、簡単に迅速にやるということなんですね。普通の裁判は本当にヘビーな構造でガチッドンドンドンとやっていくんですけど、
解消文というのはそういうものではないということが前提のものですから、裁判所はこの手続きは解消文なんだからということで、もうこの辺でというそういう気持ちを持っていることです。ちょっと発言を聞いて寂しくなるなというところがありました。少なくいろんな情報がしたい、もっともっといろんな情報、これが今どん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 出てきているわけですから、今情報が足りなくて私たちは困っているわけで、まあ、情報が出てくると子どもの被害がどん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 進んでしまうので、その辺はジレンマがあるんですが、とにかくもう少し時間をもらえれば、 もっとその的確な判断を裁判所にしてもらえるけど、情報が出てくるので、もう少し時間をくれというふうに言ったんですけども、まあ、3週間だけということになったので、まあ、少なくとももう少しその裁判所が深刻に悩むぐらいのですね、情報を出したいなと思っています。で、今日は先ほど伊藤さんが裁判始まる前に報告されたということなんですけど、南相馬の吉田さんの報告書はですね、ちょっと署名が間に合わなくて今日裁判所に提出できてないんですが、あの報告書は非常に重要な報告書だと思うので、今日にはもう吉田さんの署名をもらえるので、明日には裁判所に提出できると思うので、それはお出しして、今のその状況がどうなっているのかということですね、もう少し裁判所に本当に力をつかんでもらいたいなというふうに思います。まあ、ちょっと他にもいろいろと感じたことはあったんですけども、まあ、ちょっと余談になってしまうので、もし時間があったらちょっとお話したいと思います。あとは柳川さんに総括してください。もう2人に話してもらったんで、実はかなり主観的な感想を、実は今日3回目で、1回目2回目でもう随分爆誕するのにはすっかり慣れちゃったんで、もう今日これ以上は爆誕することはないという心境なんですけども、じゃあ何をまあ、お二人の話した内容で大体今日の話は尽きてるんですが、私が何を、皆さんに話したいかというと、裁判官が悩んでないとか、その問題の受け止め方を深刻に真面目に受け止めてないという感じは受けるんですけども、あと非常にですねビクビクしてるというか、やっぱりピリピリしてるという印象がありまして、で何が彼をピリピリさせるのかというのをずっと考えてたんですけども、それは皆さんなんですね。皆さんの存在が裁判官をピリピリさせるんじゃないかなというふうに思いました。要するにまだ皆さんはいわゆるサイレントマジョリティにはなってないんですが、にもかかわらずこれだけの人はですね、すごい真剣に毎回この寒い中それなら来てくるというのは、やっぱり裁判所にとってはいろんな意味で驚きであり脅威でありプレッシャーなんですね。でそれが何か衰えるんじゃなくて、1回目2回目で落胆したかといってスーッと引くんじゃなくて、全然何か落胆なんかへでもないみたいな感じで皆さん毎回こう押し寄せてくるんで。この天然しいなこの連中は何だろうってよっぽど子供もらってたのかっていろいろとなんか考えるんじゃないかっていうふうに、そういうなんかそのこう裁判官がピリピリしてる感じはすごく受けたんです。でその時に私思ったのは、今回も実はその南相馬の吉田さんとか郡山の瀬本さんたちの報告書意見は正直言って素晴らしいものが出来上がりまして、素晴らしいというのは、今その現実に郡山や福島南相馬で起きている、大変な深刻な事態を、あるいはそれをなんとか取り繕ろうとしている、郡山市や国側のですね、政策の予算やいろんな政策の破綻がですね、どん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 あらわになってきて、それを本当に的確にきちんとその紹介しているのが、やっぱり誰が読んでも分かるような
こっちこっちって語られているの でこういうのを読んで多くの人が本当に改めてひどいときをなんとかしなきゃならないという気持ちになって声を上げる、またその声が強まれば強まるほど裁判所はやっぱり本当にビビるなと。でもそのなんていうか、やっぱりその皆さんのやっぱり勢いというかいい加減にしろっていうその声が裁判所を変える力になるだろうと。別にそれだけ声が上がってるのに、それを無視していい加減なことを理由にして結論出したらもうそれこそ、もう激怒した人たちがおマウントできちゃうと。でそれはさすがにやばいなと。そういうその、激怒する人たちがおマウント出ることを一番裁判所は恐れてるので、だから そういうふうにやっぱりどん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 その、私たちの、取り組みというか真実を、福島に持っている本当に大変な真実を、多くの人に知ってもらうための今回も本当それを皆さんの努力でたくさんこう集めて出したんですが、間違いなくそれがこう前へ進んでいるというか、で裁判所はそれを恐れていると思うので、ぜひやっぱりこの取り組みをですね、それがまだ疎開をさせるっていうゴールになるまでにはまだ足りないかもしれないけども、間違いなくゴールに向かってそのレベルというか歩みを進めるっていうその手応えは感じてます。ですから裁判所がその今回ちょっと焦った人に見せるのですね、やっぱり余裕がなくなってるっていう感じがあったんですね。これはうかうかしてるとどんどんその疎開をしろっていう声が大きくなるんじゃないかと。というのは今ですね、いろんなの健康被害、例えばその血液に関するですね健康被害や、あるいは血液検査をまずずっとボイコットしているような福島県が発表したりとか、循環器系の取手市の新生児の異常の問題とか、それに対してその予算対策が破綻しているとか、国内遊び場を作る対策が破綻しているとか、あるいはその大気中の放射能汚染がどんどん深刻になってきているとか、さまざまな問題がどんどん今現れてきているので、これは1ヶ月2ヶ月後にはどんなふうにその事態が変わって、皆さんの意識が多くの市民の声が変わるか、体の日も正直言って実は焦ってないかと思うんですね、理由をなくしてて。ということは逆に言えばここは本当に勝負どころなんで、こういうやっぱり大変な時期を実は私たちが力を合わせて掘り起こしてきた事実をみんなで共有して他の人に知らせてって多くの声を作っていけば、私は全然なんかこう悲観する必要ないし、裁判所は不祥不祥でもですね何か妥協する譲歩する結論を出す可能性は大いにあると思ってます。てか もし変な判決出したらそれこそボートが発生するぐらいですね。いやいや牛耳事件とかってね、冷静いやいや牛耳事件とかかもしれないというか、実はその一昨年の12月16日の郡山の、支部の判決の時にも裁判所の周りは装甲車が出てて、裁判所近くに住んでるお母さんがこんな物々しい光景は初めてだったぐらいです、ね、その住民の子供たちの申し立て却下する判決を読んだ、支援者が、怒り狂って、こういうここにも怒り狂いそうな方がいらっしゃったので、その時にいらっしゃったんで、そういう方がなんか火つけるんじゃないかって言って、まあ、意外とも暴れんじゃなくていうふうに、かなり警戒になったので、そう思うのは無理もないような内容だったの で今度また同じことだったらやっぱりちょっとその一昨年の12月とはレベルが違いますから、本当に子供を殺そうかっていうんで、やっぱりいかん人が暴いたらそれはちょっと変なんていうのを伝えられないから、本当に大変なことになると。でそういう声が裁判所怖いので、やっぱりなんかそのひょっとしたらなんか一部救済するようなことです、ね、勝負所やるかもしれないので、なんとかその、
100歩の勝利になっても1歩の勝利、2歩の勝利でももしかすればそれが先ほど言った伊達市の移動教室みたいなものかもしれないけれども、それによってまた一歩前に進みますから、そういう意味でですね、100歩の勝利がいらなくても一歩の勝利を目指してですね、できる限りの努力を皆さんと一緒にやりたいと思っています。ありがとうございます。編集プロダクションダフの長崎と申します。今日はどうもお疲れ様でした。先ほどですね、話してた、南相馬の吉田さんの報告書、あと郡山の竹本さんの報告書なんですけれども、これが出ましたらですね、裁判官の印象は劇的に変わるっていう可能性はあるんでしょうか。今の裁判官は、私ども高裁に入ってから本当にたくさんのですね、重要な証拠を出してるんですが、なんかそういうことにこう、その印象、ショックを受けて、例えば郡山市に向かってぜひこれについて反論意見を出してほしいっていうのは、普通だったらショックを受ければ相手方がどう思うのか聞かずにですね、ぜひ見解を出す、そういう素振りはないんです。郡山市に出してなんかそのこれについてどう思うのか喧嘩を確かめることは一切ない。そういう意味では内心は分かりませんけども、表面面はなんかほとんどなんかこう響かないというか、その関心を示さないみたいな雰囲気がある。ただ私が思ったのは、そういう裁判官でも皆さんがね、例えばこの竹本さんの報告書はひどいっていうかすごい、あるいは吉田さんの報告書に衣類や頭髪からですね、その付着したその放射性物質から出てくる被爆がひどいってことですね、みんなの声を上げたら、そっちの方で裁判官はこれは大変なことがどうも、竹本さんの報告書、伊佐さんの報告書からみんながなんか騒いでるっていうか声を上げてるとなると、さすがに裁判官もですねかなり、ビビるというか受け止めざるを得なくなると思うんで、まるで誠実な裁判官だったら私ども私と直接受け止めれば、受け取ればそれで受け止めてくれるんですが、彼はどうも皆さんのですね迂回をして、私どもの出した書面を皆さんが読んでなんかこう声を上げて、裁判所がそれをですね、その声を聞くことで初めて何かこれはどうも巷で偉い騒ぎになってるらしいっていう感じで、私だけにはそれで初めてこう、その問題をですね、重大性をこう受け止めるような感じの印象なので、やっぱり皆さんの声が上がらないと、この吉田さんや竹本さんの報告書もですね、生かされないという感じを印象を持っています。私はですね、吉田さんの報告書、そして昨日、おとといか、岩と、ね、メールで送ってきていただいて読んだんですけど、私はちょっとびっくりする内容ですね。放射線の管理区域ではどういうふうな防護策を取って作業をしたらいいのかっていうマニュアルが当然が作ってるんですね。で、吉田さんが緻密に調査して今、福島と郡山の地区っていうのはほぼそれと同じ線量の中にあると。で、東電が作ってた作業員用のマニュアルだと、そういうところでは本当にマスクをして20人も30人もその洋服の防護服を着て作業をするっていうことがマニュアルになってるのに、郡山の市民って普通の生活をしてると、マスクもしなくてもいいような人だと、これはどういうことなんですかっていうことを淡々と書いてあるんですね。で、防護服を着るっていうのは洋服とか頭髪にその放射線がついた場合に、それが内部疑惑と同じような関係で人体に非常に影響を与えるからということは防護服を着させるということなんですけども、まあ、郡山市民たちはほぼそれと同じような状況で普通の洋服を着て、それで衣服に非常に放射線が付着していると。で、吉田さんはその T シャツなんかにどの程度放射線が付着するかということ の調査もされて、それも合わせて報告されているんですけども、非常に実証的ですし、その東電 の, そのマニュアルをすっぱ抜いたっていうことでも画期的ですし、なかなか本当に良いものとして、まあ、
弁護士の者でもちょっとだらしないってすごいなと思ったら僕で、なぜ今日出しなかったっていうと、そのマニュアルの関係でちょっとその入手がですね、そのマニュアルは本来公開されてないものだから、まあ入手源の方に迷惑をかけてはいけないっていうことで、ちょっとそこの問題があったものだから今日間に合わなかったと思います。結局最終的に業界通貨が仕事なので、まあ、出すことにするので、本当にあれを本当に虚心で読むと、ちょっとどうなっちゃうんだろうなという本当に感じですね。それぐらい私は今まで出た証拠の中で一番インパクトがあるなと思って、ちょっともうちょっと早く出せればよかったんですけども、そういう感じですけども、その他に例えば重要なその報告書とか提出する予定はございますか。まもなくですね、去年の秋に郡山市の子どもたちが、県民公立の検査のエコ検査の結果がですね発表されるので、で私も個別にはいろいろ聞いてるんですが、本当にたくさんの友達がみんな A2 患者とか竹林の方があって、それがほとんど 1% 近いみんな周りに取り組んでいます。ちょっとこれまでの検査結果とレベルが違うぐらいたくさんの子供たちが竹林の方の異常があるんじゃないかということが、こちらの情報ではあって、それが正式にどれぐらいですね、データとして公表あるのかが、まもなく検討委員会の県の発表です。それが出たら、そのデータとその分析したものをですね、裁判所に提出するというのは、私のちょっと大きな証拠として位置づけています。まあ、あと血液検査の問題はですね、それもおしどりまこさんがずっと千葉県に対して、もう血液検査はもう早い段階からずっとやってて、で、血液の異常というのは今回の被爆の中で一番大きなテーマになってもあって、でそれがですね、放射線の方は、もうどんどん発表してるんで、なんで血液検査をずっとですね、検査しておりながら、それを隠してるのか、発表しないのか、しかも大人に関しては去年発表を始めたんですね、40歳以上は。にもかかわらず18歳未満の子供に関しては1万7000人ぐらいも検査が終わってて、一人とも発表してないんですね。でそれはもうおかしいっていうですね、その訳が あるとしか思えないと。もし本当にそれで何か異常があれば、その子供たちはやる、二次検査というかさらなる検査が必要なのに、その機会さえ奪われると。それはもし意図的にやってれば、ある種の犯罪じゃないかと。その子供たちの危険な状態をですね、検査結果が分かってから、それを知らせないと。それは去年の秋に国連人権理事会から派遣された特別報告官の、アナンド・グローバーさんという方が、福島調査した後帰られるときに、その甲状腺検査結果で、A2 判定とかっていうしこりがあったお子さんたちが、ですね、セカンドオピニオンを求めても山下修士たちが それに応じるなっていう甲状腺の専門医に通達を出してる問題をですね、ついにこれはもうあるいはその自分たちの検査結果についてちゃんと、画像を欲しいと言ってもそれがもらえないっていう。でそれはやっぱり自分たちのどういう病気であるのに関してのそれを知るですね、あるいはそれをアクセスする権利を奪われるという、重大な人権侵害だということを会見で言ってるんですが、もうそれと同様にですね、血液検査に関しても自分たちが一体どういうその状態になるのか、どういう病気であるのかについての知る権利をですね、もう福島県側が意図的に奪ってるんですね。やっぱり本当にその重大な人権侵害をしているということをですね、今回の裁判でもアピールしたんですが、これは私どもの裁判だけじゃなくて、皆さんがですね、声を上げて、もうおかしいと、その子供たちが、としたら大変な問題が起きてるかもしれない、ずっとその検査結果を公表しないというのはですね、明らかになんかその意図的な何か、
健康をそのなんかその、命を守ろうというですね姿勢がないというふうに言わざるを得ない人ですね、抗議の声を上げてもらうことによってそれを発表させると言いますか、それでまたその結果によってまた問題がきちんと分かることによってその問題検査結果に応じたまた正しい対策を取ることが必要になってくるので、私どもはそれがもし出たら何かしらの異変があるだろうというふうに思わずに、なんですそのこんだけずっと発表しないということは、でその結果によっては本当になんか大きなあの展開がですね、そこからまた生まれてくると、別に大変なことが起きてるんじゃないかと思うとですね、その検査結果から分かるかもしれないで、今そういった、まあ、ちょっと言葉はありますけど、嵐の前の静けさみたいなところがありまして、そこをちょっと突破口を開くですね、ちょっといろんな取り組みを水面下でやってるんですが、片方で皆さんの大きな声を上げることもですね、この血液検査の発表をずっとしないってことに関しては、もうこれはもうあるじゃん、はっきりみんな知ってる事実なんで、ちゃんと声を上げていいんですね、皆さんがおかしいなと思ってあげろ、そういうことをだからぜひこれから一緒に取り組んでいきたいと思ってます。あ、すいません、今の関係で、ちょっと皆さんに本当にあの、いや本当に皆さんにあの、あ、今日の来ていただ認識していただきたいことを一つあるんですけども、これ今回証拠に出したものなんですけども、実はあの例の県民健康調査に関しては秘密会の問題が毎日新聞ですっぱ抜かれて大変な問題になりましたよね。でもっと公開しようっていう、あのきちんと情報公開しようっていうことで私たちはいろいろと要求したわけなんですが、こともあろうにですね、あの福島県の方はですね、そういう事態が発生したことに対して、この県民健康調査というのは個人の情報を非常に扱うものだと、で この個人の情報がここに漏れないようにするためにどうしたらいいかということで、その観点から弁護士会に、福島の弁護士会に対して弁護士さんを一人派遣してくれっていう要請を出したんですね。でそうしたところ、さすがに福島県の弁護士会はあのそれを断ったんですね。要するに今情報公開しろっていうことで、あの県民から非常にあの強い要望が出ているのかかわらず、それと反対の方向で弁護士を使うってのはどういうことだと。でもともと弁護士会っていうのはこの県民健康調査、福島県の弁護士会は県民健康調査のあり方に対してはもっと情報公開しろと、目的もその調査ではなくてきちっと県民の健康を守るっていう視点からやれっていうようなことを言ってたんです。それにもかかわらず弁護士会に対してあの情報をこう守るっていう、これ今後はその情報がその漏れないような形で一人弁護士会から弁護士を派遣するなんて要請があったものですから、さすがにあの福島県の弁護士会も怒ってですね、ふざけんな、本当にその、今回証拠に出しましたけど、福島県の回答書を読むと結構怒りに燃えて、なめんなよって感じで書いてるんですね。そういう回答書が出てますので、これは今回今後はあのもちろんあのアップしますので、あの皆さんぜひお読みいただければ。でこれはあの今先ほど聞いた福島県の弁今年の弁護士会の会長は本田さんという方で郡山の弁護士さんなんですけども、まあこれぐらいの気概を持ってどん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 やってもらえばいいと思うんですけども、だけどあの本当にこれなんか弁護士も舐められてるなっていう感じがつくづくしましたね。あの本当にもうこういう形で内部情報があのすっぱ抜かれたり、あるいは外部に漏れるのを防止するために、個人情報を保護するために弁護士さん派遣してくれなんていうことを池下社でやってるっていうのは本当に許せないと思いましたね。だから本当に県民健康調査の検討委員会の体質ってものがですね、これを一つ見てもよくわかると思います。これは本当に一応お読みください。ちょっとあの報告いただいてるの確認、あのマイクいいですか？その南相馬の吉田さんのということをおっしゃっておられたというなんですけど、その東電の管理区域内の放射線管理区域のマニュアルで、あのその管理区域内のっていう場合の数字が、あの何を東電の管理区域の例えば何ミリシーベルトがどうだっていうことだと思うんですけど、それちょっと教えていただきたいのと、例えば去年、昨日、郡山のあたりちょっと降りて、あの駅前のあたりで洗礼受けて探ってたんですけども、駅前の駐車場のあたりが 0.57 とか、
マイクロシールで駅の構内の端っこの方も大体こんなものですね。で空間も大体膝が腰のあたりでそれより少し1ぐらい 0.1 ぐらい少なくなる程度で、そういうような状況の郡山、それと先月26日に福島市内を少し回ってみたんですけども、とっても高いところが福島大学附属幼稚園の周りとかね、小学校の周りとか 0.じゃなくて5とか6毎日知りたいなって、その辺りをちょっと知りたい。別に東電のマニュアルはどうなってるのかっていう。今私は手元になくてなんですけども、実はただのマニュアルというのは、2つの、単位で放射能の汚染をですね、1つは空間線量の値がどのようなもの、もう1つは大気中 の、 その放射能の汚染の、濃度というか、それがどれぐらい出てるかですね、合わせてそれを縦横合わせてですね、12等分ぐらいにですね、地区を上げて、その、12等分ぐらいに、ね、応じて、その防護のあり方というか、それを定めているので、マニュアルで。で、吉田さんは、福島 の、 水分土壌線と空間線量のデータをもとにして、これはまもなく公開しますので詳しく見てほしいんですけども、結論だけ言うと、文科省とアメリカ科学アカデミーの発表のセシウム沈着量マップから見ると、福島県のほとんど、宮城県南部、群馬県沼田市、栃木県日光市、千葉県柏市、茨城県北部、岩手県と宮城県、県境などが放射線管理区域 C 地区以上の汚染と確認できます。で、C 地区というのは、これ空気中の放射性物質の濃度が 4×0.4、単位がちょっと目がしょぼしょぼして、ちょっと数字がこういう縦が、空間線量の値の単位ということで、横が大気空気中の放射能の汚染の濃度が、で一番右が一番高い濃度が、2番目の濃度の場所がこれ C 地区なんですけども、この C 地区に今の言った場所が該当するという。で、あとその原発が爆発直後の 3.1 直後の場合には福島県の多くがさらに A 地区に該当して、で A 地区の場合には例えばこの写真にあるですね、完全な、マスク空気酸素ボンベを背負って活動することが義務付けられている、このような、場所に 3.1 兆個の福島県はなんだろうと。でそれ以降も現在までこの上の方にあるようなマスクやドラッグや、そういった、ほぼ完全なその衣服にあるいは頭髪に皮膚に落ち着かないように遮断するような、形で作業をするのが 3.11 万円の当然マニュアルでは義務付けられています。これは今新築ですね。でそれが今の福島県のほとんど、今言った挙げた沼田市、日光市、柏市、茨城県北部がこの新築なんだけども、
普通の住民はこのような、マスクや、その高速道路の、迷う全く、そのような指導は受けていないと。その、その、あまりにその落差というか、違いをですね、そのまま、なんでこんなに、方法が違うのかと、一体認識してきているのか。ちょっと圧迫ですよ。また、これはあの、明日ぐらいには、ネットにアップしますので、ぜひまた詳しい。最初は自分の子供だけじゃないんだけども、自分の子供を助けたいっていう気持ちだったんですけども、もちろん今もそれは変わらないんですけども、なんかやっぱりこれだけ大変な思いで頑張っていくと、もう自分のことだけではないんじゃないかっていう気持ちがやっぱりなんかだんだん強まってきてる感じがあります。で、あの、なんていうか、やっぱりなんかこんな、おかしなことがやっぱり許せないという気持ちの方になってきてるっていう点もあって、まあ、そういう意味であの例えば、その学校卒業したくてですね、中学校ここに行ってしまったんで、その形式的には資格はなくなるけども、例えばそのもうその極端に言えば高校生でも年を越されたら起こしたいという気持ち、ちょそれはまたちょっと法律のそれは違うけど、まあ18歳未満だし、未成年だから決して無理ではないので、県を相手にやるのかな、まあ、そういう気持ち、あるいは自分が周りにいる人で同じように苦しんでいる、あるいは同じような思いがいるというのは、まあ、紹介したいなという気持ちも終わりだという気がするので、決してなんかこう後ろ向きになっている印象は受けないですね。で、例えば国連に
ほしいって言ったら、正直言って本当にあのなんか追い詰められた気持ちの中にいるお母さんたちの心境を思うと、それは大変なことではあるんですけども、ただそのそれをなんていうかな、自分のいろんななんかこう極めたり、もうくじけそうな気持ちを打ち勝ってですね、なんとか自分たちの声を世界に伝えるために頑張ろうって言って、本当にあの短い時間をですね、短い時間に協力してくれてですね、素晴らしいビデオレターを収録してくれたんですね。あの、声を変えて、まあちょっとあの名前とかわからないようにですね、そういうなんかこう献身的な努力をする気持ち、全然やっぱり失ってないっていうか、そこのなんていうかこう、あのかえってむしろ前よりも強まってきたみたいな感じがありまして、そういう意味であの形は従来のようにはいかないかもしれないけども、やっぱり今その茶葉を干した時の気持ちが今みたいなのいろんな気持ちを今後にですね、精一杯生かせる方向でですね、またお母さんたちと相談して、で、なんか裁判の怖いところは、まだ福島県にたくさん子供がいるってことですよね。いくらでも裁判を起こすことは可能って言えば可能なんですよね。全員いなくなるまで裁判を起こせるわけなんです。それはやっぱり国や県下で言ったら本当困ったことなんで、で、なんていうかそういう意味でなんかこの裁判が終わりじゃなくて、この裁判が始まりだっていうふうに思ってるんですよ。全然おかしくないので、要するにその裁判の行方を決めるのはこの私たち皆さんの声の大きさ、その正しい事実と正しい正義は我々はつかむという確信はあるんです。あの今鈴木さんおっしゃったように十分まっとうな裁判だったら、もうこれでなんかもう申し分ないだけど、事実と証拠を出してる。あとはこの声がですね、まだ原子力村のですね、電池を圧倒しきるだけの声になってないんで、脱原発は大きくても、まだ脱被爆の声がまだまだ、市民の力は弱いために、この、原子力村が後ろに広げるようなことになってないんだけども、間違いなく着実にですね、大きな声になってきてですね、これを諦めずに重ねていけば、必ずですね、その遠くない未来でですね、ちょうどチェルノブイリでも5年後にあの私が求めているチェルノブイリ住民避難基準がソ連政府が採用したように、日本政府もですね、そのチェルノブイリ住民避難基準と同じようなですね、子供たちを避難する政策を取るように転換できるというふうに思っています。ちょっと話があのあっちです。私は柳原さんほど接触する機会はないんですが、同じような印象を持ってまして、昔あの学生時代にですね、私憤から興奮へという本を読んだことがあるんですが、結局スタートするときは自分のことを守りたいという気持ちでスタートしてるんですけど、結局これだけのことを経てきてですね、確かに非常に疲れてきてるという面もありますけど、要するに自分の子供だけのことではない、福島のたくさんの子どもたちのことだし、こんな不正義がこの世の中に許されていいのかという、もっとそのなんか怒りというか憤りがこう質的に変わっていてですね、でそういう意味では決してその後ろ向きになってない、そういう印象を受けています。ニュープランの運営はです、柳原さんのお話で、これから追加で出される証拠、それからその証拠に対する、世論の支持と、そういうものがあったときに全面勝訴が無理でも裁判所からのある程度の妥協案というんですか、譲歩案、そういったものが引き出されるというお話があったと思うんですが、そうなってくると譲歩案というのはこういろんなレベルがあると思うんですよね。でどの程度の裁判所からの譲歩案であれば良しとされるのか、どの程度だと、まあ、ダメなのか、で従来一点突破全面展開という戦略をおっしゃっておられましたが、それとも関係してくると思うので、まあ、仮に全面勝訴でないとしてもこの程度の案が出てくれば、まあ、勝ったと言えるといったような線引きみたいなのはあるんでしょうか。昨日徹夜だったんで証拠1個出すの忘れちゃったんですけども、
それは実はの、ジェイズジャパンの最新号でベラルーシの、雇用のですね、プロジェクトを担当している所長の人が日本に来日して講演した時の講演の記事で非常にその雇用の大切さ、その効果、そういうことを具体的に生しく証言してあったんで、これは避難の必要性を裏付ける非常にその有益な証拠じゃないので出そうっていう時に、一体だけ私が悩んだのは、いや、これは下手すると雇用だったらいいけども集団避難というかそこまでは必要ないというふうな、逆に集団避難を否定する理由に使われちゃうんじゃないかという不安があって、もう裁判所ではすれっからしなんで、もういやらしいことはいくらでもやりますんで、そうなったら嫌だなっていうふうに言ったら、伊藤さんが、いや、仮にね、負けても雇用の必要性はあるというふうに認めるだけでも、もし裁判所でその判決なんかそれ書いたら、それはやっぱり大きな、子供たちは今のような不十分な伊藤の市の移動給付するが、もっとベラルーシぐらいのね、雇用が必要だけども、そのレベルぐらいでいいんだみたいなことをですね、だから集団疎開までの必要ないというふうに、もしそういう理由で言ってたんだったら、また半分なんか、ベラルーシレベル その雇用は必要であるってことを言ったら等しいわけですね。でそれをみんながね、そうだそうだというふうに支持すれば、それがまた世論を喚起する力になって、もう日本政府もベラルーシレベルの雇用は今すぐ実現しろと、この判決も言ってるじゃないかということで、そういうふうにして世論をまた大きく起こしている一つの何か、突破口、あるいは根拠になると思うんですけど、そういうのでもやっぱり目標から比べたら低いかもしれないけども、決してそれは無ではないと、そういう例えばイメージがあります。福島の方がよく言われるのは、行政がですね、危険である、あるいは危険かもしれないとさえ言ってくれたら、もっといろんなことをやれる。ところがとにかく安全だ安全だというので、そこで危険なんじゃないのということの声すら上げられない。ひょっとしたら危険かもしれません、本当のことはわからないんですと言ってくれるだけで全然局面が違ってくるというふうにおっしゃるんですよね。でそういう意味でその判決の中で公的な裁判所がですね、請求は認められないけれども、しかしそれなりの危険性はあるんだと、それの対処が必要あるんだということを判決文の中に書かせることができたらですね、それはその目的は、この裁判の直接の目的を達すことはできなくても、今後の運転の展開に大きな力になるだろうというふうに思っています。でそれをするためにはですね、今裁判所はですね、要するにこの広告審で郡山市が何を言ってるかというと、結局除染によって学校の占領率は下がってきたし、それがガラスバッチ子ども一人一人、あれのデータを見ても、もう非常に低くなってるから安全なんだということしか言ってないんですね。で、それには異常なまやかしがあるので、でそこに裁判所に乗っかられて、そこで逃げられたら困るので、そこの逃げ道は塞いでおきたい、でそこは今後3週間の間にどういう形で塞ぐかということを考えますが、でそこを塞ぐことができたらですね、やはり今のその福島の子どもたちの置かれている状況について裁判所なりの判断を示さざるを得ない、し、でその中で、どの程度の判断をするのか、そこについてはもう証拠としてはもう郡山市はほとんど何も出してないに等しいので、こちらはもう証拠では圧倒してますから、そこの判断を書けばそれなりのことを書かざるを得ないだろうし、そのことが仮に結論はダメでも今後に大きく生かせるものをその部分でね、返し取れるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ご意見ご質問等ございましたら、よろしいでしょうか。
大体次の、はもう新人ではなくて、もうそういったものは開かない、開かないっていうこと。ただ、裁判所までなんかビビってるだろうね、向こうがこっちが出した証拠を見て、場合によっては開くかもしれないみたいなこと言うわけです。お前何考えてるんだろう、何ビビビしてるのか言って、やっぱりなんかその、なんかもうね、自信満々でやってるんじゃないんですよ。あの連中も白氷踏む思いで、絶対地雷踏ませるからなってこっちは思ってるんで、そういう意味ではやっぱり今後ですね、あの証すごく大事な証拠が出て、なおかつ皆さんが声を上げるという、その2つがですね、揃えば、裁判所ですね、ちょっと、嫌おなしにですね、考え変えて、ちょっとやっぱこれはまた皆さんに来てもらって、デモ行進してもらいましょうみたいなことがあるかもしれないので、決してあの、なんかもう、あの終わりにしない。富山町の方に伝えております。最近あの NHK のテレビで黒崎大学のスピリセッツ要素と接触の相関関係 の判断を出したり、あの新聞にも出ておりました。そういったことをあのもう少しとしていくというのはとても NHK のテレビの放送したいと思うんですけども、私はあの番組を見ててですね、非常にあの彼の基本的なスタンスがどこにあるのかよくよく分からなかったんですけども、ただあのできるだけその当時の被爆量をきちっとその捉えていこうという姿勢を持っている方だと思うんですね。そういう意味であの好感が持てたんですけども、その出てきた線量についての危険性の認識っていう点ではちょっと私たちと考え方が違うのかなっていう印象を持ったんです。で、あそこで3人の学者の方が議論されたと思うんですけども、それぞれの方微妙にこういろんなニュアンスが出てて関心があったんですけども、ああいうふうな推計方法ってのはあくまでも一つの推計で絶対真実ではないと思うんです。あの絶対的な正確性を持っているものではないと思うんですけども、ただああいうふうな手法でいろいろと個人を明らかにしていこうという姿勢を科学者に示してくださっているということにありがたいと思うので、この裁判でどうのこうのということではなくて、やはりああいうような姿勢、事実を本当にきちんとかみ出していこうという姿勢を持った科学者の方とはどん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 勉強して、私たちが市民との間でご議論するっていうことは本当に必要だと思います。あの今までなかったことだと思います。一つここでご報告というか、今日午前中じゃなくてお昼にですね、集会をしていたときにそのライブペインティングという形で福島県伊達市から画家のですね、渡辺さんが来てパフォーマンスをしてくださっていました。で、その絵をまだご覧になってらっしゃらない方もいらっしゃると思いますので、その場を借りて少し、その絵とですね描いた思いの丈を少しだけご説明させていただきたいなというふうに思っております。でまた先ほど東京組が退席されました。で心残りっていうことをですね非常に言ってたのと、あと、菅沢さんが発したですね具体的な数値、付属幼稚園、福島ですね、付属幼稚園、付属中学校が隣接してますけれども、周辺出てくる数値が 0. いくつではなくて、その10倍っていう数値を聞いた瞬間に、人殺しって言いながら帰って、行かれました。それだけの思いと怒りを、持っているっていう
ことを、ぜひ、最後にコメントできなかったけど伝えておいてくれっていうふうに外で言われましたので、この場で、伝えさせていただきます。じゃあありがとうございます。じゃあ終わったらさん、前、大事な言わせてもらいまして、お父さんは、姫路から来られて、この宗教者の方々 の、 この意見書ですね、はい、ぜひお父さんから皆さんにご紹介していただけませんか。大変なものだと思うので、200通もですね、全国で集めていただいた、これどういう形で裁判に使うかというのはまだ弁護団で相談しますけど、ぜひご紹介ください。はい、まだまだ1000通ほどしか配布というかできてなくて、個人の宗教者の言葉、また心ある方々の言葉をその中で変えてきたものが200人とかあるんですが、本当にもっと大きな直接各宗派のに対してとか、そこにもう都会裁判の方から直接なんかこれはどうなんだっていう問いかけをするという形はどうかなと思うんですが、私などがどうなんだどうなんだと中川から言っても、やっぱり大きな団体になって、またすぐに答えが出ないっていうことがあって、でもこれから先、特に私は仏教じゃないですけど、お寺っていうネットワークは本当に日本中張り巡らされているんで、それこそ子どもの受け入れなどもうすぐにできるんですね。でもちろんその地域の人、私のいる寺でも周りの人にサポートはすぐお願いできますし、本当に市民の大団結というか、そういうことの一つの力にぜひなっていくべきだし、もちろん、宗教者だけでなくいろんな各界の方の心ある方々に、直接井上さんからっていうような形で行ったことでまた良かったんじゃないかと思うんです。だからその辺はまだまだこれからだと思いますので、ありがとうございます。今の宗教者の、署名ですけれども、新潟経由でいろんな、例えば日本キリスト教団の方にも、回ってきております。で、多分それらをシェアをずっ と、メーリングリストだけではなくて、ツイッターとかあとフェイスブックなどで、お互いにシェアしながら文面が回っていってるっていうのを聞いておりますので、その期間がいつまでなのかっていうのをよく聞かれるんですね。こういう書面をいつまで出したらいいのかっていうのを、また何かの機会にメーリングリストでいついつまでっていうふうに言ってくださるであれば、かき集めることは可能でございます。からいらっしゃってる渡辺さんにですね、ぜひ書いていただいたものを皆さんに見ていただきながら、コメントをしていただきたいと思います。でこの渡辺さんをお連れしてくださったのも後藤さんなんです。はい、後藤さんからメールが回ってきてですね、この画家と共に、行きますっていうことで、いただいたメールでありました。失礼します。はい、ありがとうございます。
方にはお昼の集会の最中にライブメディングさせていただいておりました福島県伊達市出身の渡辺智弘に画面アトリエとのつながりを活動しております。このこういう絵をこう、まあ、描いてこの絵とかで、こう共有させていただく形で小泉琴夫さんと一緒に宗教者からのメッセージとかを共同で、やってさせていただきました。こんな絵もご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、これは集団疎開裁判に向けて描いていた絵なんですけど、これですね、今日描いていたのは、実は私の意識としてはもうこれ、なのでこういう絵を描いていたんですけれども、最近で母と子の絵ですね。実はこれは思えば理想的な真実の姿だと思ったんです。今振り返る、もう今の福島の現状とかを見るともう本当の 真実を書かなければいけない真実はもう親子が悲鳴を上げてるんじゃないか、子供なんかや子供育てるお母さん、まあ、親御さん、特にお母さんがもう助けてっていう、助けてって言いたくても言えないという辛さで日々暮らしていらっしゃるんじゃないかと。こちらは身内に妹と甥っ子一緒に暮らしておりましたけれども、幸いにも避難できた方だったんですが、そういう姿を見ていても、ね、人ごとでは、ね、まだ残っているので、放射能にさらされている母というのは、いわば私の母と子の絵のゼロ枚目、僕はあえて封印していたゼロ枚目をやはり描かなければいけない。で、この絵を持って、皆さんにもし言えばお願いしたら、著作権なんか関係ない、なく使っていただきたいんです、このこと、福島の立体を、福島のこの、マスコミが報道しない、現実、ありのままの見えざる現実、リスナーには見えざる現実をこう広く日本中に、世界中に、伝えるために、ちょっとこれ、この絵を描いていただきたいと思います。もちろんこの絵とも合わせてよろしくお願いいたします。もう一つ私、さっき私、去年伊達出身といったのは、つい年暮れちょっと前まで、確かに伊達市でずっと活動していたんですけれども、この度その小泉さんの講演からですね、ちょうど兵庫県姫路市や神戸市内の方とのご縁ができたのをきっかけに、問題立てされました買い上げ住宅を、ね、支援申請打ち切りの間際にようやく兵庫県の申請だけしてきて、今小泉さんで小屋さんになりながら仮設住宅への入居 をちょっと今少し準備しているところなんです。で、兵庫県内でやはり先日なんかですと1月17日阪神・淡路大震災の追悼のイベントが各地で行われたわけです。神戸市内なので、ここで私もちょっと福島の現状とか簡単に10分ぐらいでスピーチ、こういう絵を持ちながらスピーチさせていただいたんですけども、そうするとやはりそういう被災体験を持っている方を非常に耳傾けて聞いてくださるんですよ。だから今後もそういった形でこの福島の置かれている状況というのはまさに人権、今までこの日本という国で散々行われてきた人権蹂躙の問題の極みなんじゃないかと思うんですが、同じその人権蹂躙やのことでもうここで日々悩んでいらっしゃる方にこういう話をしたら潜在的にもっと声を拡散していただけるかもしれない。現地でどれぐらい姫路は姫路、神戸は神戸、いろいろ各都市で発言の活動をしている方がいらっしゃるんです。縦の人と、例えば私がそういうところに赴いて話すというような形で、私も旅行の人に福島の声を上げるという形で、旅行の人が連なれば、もっと大きな世論を喚起することができるのではないかと考えて、あと、そういうことも考えまして、兵庫県の移住、避難を兼ねての活動訓練を移すということを決めた次第であります。だから元々
妻の声を届ければ覚えてくださる方がもっといらっしゃいます、はい、まだその声はただ2週日本の方は声だけなんで、私もこうやって頑張っていきたいと思いますので、頑張ってください。いただきましてですね、例えば宮城でもいろんな脱原発の集会がございます。金曜でも含めてですね、いろんな形で行っていますね。そういった時にですね、声を伝わさせていただけて、で、声を発していくということを福島の現状も含めて、ただ福島で済ますのではなくて、多くのところで子どもたちを守るっていうことの意味合いをですね、皆さんやっぱりしっかりと受け止めながら歩んでいかなければいけないんじゃないかなと、そういうふうに思っています。自分の子どもではない地域の子どもを地域で育てるために、私たちは声を上げていっている。安心安全のために生活環境を整えるために、学習環境を整えるために私たちは声を上げている。決して自分の親族だけではないっていうことを確認しながらですね、歩んでいこうというふうに思っております。そのためのご助力をこれからもどうぞよろしくお願いします。